そゆぴろさん、思い出し元気してんもんね。ということでですね、ただいまゲーセンに来ております。新しくゲーセンができたんで、まあ、来たっていう感じでございますけれども、で一緒にケルケルもいますからね。カメラいただきました。何撮るの？何がいい？やっぱお人形さん。あ、いいじゃん。ジャパニーズソード。ジャパニーズソード勝てないですねこれ。まずはね、一発目はどうにもの言えない、アームの強さやっぱ見るしかない。やる気ある？あ、いいじゃん、いいじゃん。おおおお、だから取り方としては合ってますよ。あ、揺れてる揺れてる、すっげー揺れてる。あ、ヨッシーは？え、ヨッシー取れるよ。お、あ、いいじゃんいいじゃん。あ、いけるいける。こうやってお金がなくなっていく。あー、これ取れちゃうんだ。あ、待って待って、お、あ、どうですかねこれ。欲しい。お、あ、これは回数重ねりゃいけますね。あー、いく。お、来た。お、出た出た。あ、それだ。もう一回。ありがとうございます。すぐ取れたね。うん、開けるんだすぐ。うん、あ、結構強くない？強いよ。え、やばい。ということで皆さん、このゲームにはですね、なんとダーツがありましたので、やっていきたいと思う。テレビの勝負だ。久しぶり。うん。50でいいんじゃない？学生の頃やってたな。あ、よろしくお願いします。あ、じゃあ俺が好きなの、超久々にやる。惜しい。おいし、今ね、左がユッピーです。うわっ、惜しい。18ね。惜しい。カニおわでは、ケルケルさんお願いします。いいところで、1取りか。ファイナルラウンドなんで、シングルアウトありということで。あっ、おめえたちバカね。はい、ということで、まあ、こんな感じの結果でした。ダーツ楽しいですよ、ぜひやってみてください。ということで、イーピーでした。バイバイ。え、これセコムだ。エレベーターだよ。うん、俺と二人きりだね。